改めて本当にそれが最適なのかちゃんと現場の状況も確認して現場でワークするのかということ事業者の説明だけを聞くのではなくて我々が実際に現地に行ってそこの地質とか活断層の状況そういったことを見ると東京電力福島第一原子力発電所の事故に対する反省そこから得られた教訓を踏まえて 二度と同じような事故を起こさないための法令に基づく安全規制について確認していきたいと思います原子力施設に対しては事故・トラブルができるだけ発生しないようにまた事故が発生してもその影響を小さくするための安全対策を講じることが要求されています現在の安全規制では自然災害への対策や 事故を深刻化させないための措置などを従来よりも強化することが求められていますこれが安全規制における要求実行いわゆる新規制基準です今回はその考え方や内容などについて原子力施設が新規制基準に適合しているかを審査している部署の田口管理官大和田管理官とともに理解を深めてまいります お二人ともよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,ししますそれではまずこの新規制基準を考えるにあたって福島第一原子力発電所で起きました事故からの教訓反省というところから振り返ってみたいと思います田口管理官少しご説明をお願いできますでしょうかはいわかりましたはい、えー、こちらまずあの事故の進展を表したパワーポイントでございます 一番から七番までオレンジ色のところで書いてあるのが事故の進展でございまして黄色いのがそこから得られる教訓でございます一番から七番ちょっと見ていただきますとまず地震によって外から来る電源が全部を失われてしまいましたその後本来なら施設の中にある自家発電機で電気を供給するんですけれどもそれが二番ですけれども津波で全部失われてしまっております そうするとそのあと発電所の中の電気が全くない状況になってしまいまして原子炉の中の燃料はまだ熱を発しておりますので水を入れ続けて冷やす必要がある,あるんですけれども冷やすための設備がほとんどが電気で動くものでございますのでしたがって冷却ができなくなりまして。 水が入れられないということですその後水位が下がってしまうと炉心が溶けてしまうと損傷をしてしまうとそして水素が発生をしてそれが建屋の方に漏洩をして7番ですけれども建屋のところで水素爆発が起きたというのが事故の流れでございますで教訓は二つございまして一つが左側ですけれども地震あるいは津波といった一つの原因によって多数備えてて いた危機が同時に失われてしまう共通要因故障というふうに言いますけれども一つの原因でたくさんのものが壊れてしまうというのはとても影響が大きいのでこういったことを防がなければならないそれからもう一点は、えー、重大事故シビアアクシデントが起きた時にそれを途中で食い止める方法がかつてはございませんでしたので、えー、事故を申請した時に食い止める手段を用意しておかなければならない え共通要因故障というご紹介がありましたけれども今回の事故では特に津波によって緊急事要の発電機が全てほぼ失われてしまったということそれからシビアアクシデントになった際の 防止手段といいましょうか、まあ、ポンプでありますとかこれは電源が失われたことも相まってそういった機能がなくなってしまったことここが一番大きなポイントというふうに理解すればよろしいでしょうかはいあのおっしゃる通り津波で電気がなくなってしまったで電気がないと注水設備などが全然ありませんので渋谷アクシデントを止められなかったっていう面もありますし、うん、もう一つはそもそも渋谷アクシデントが起きるっていうことを想定していなかったので。うん そうした場合に使える設備とか手順がなかったというのももう一つのポイントかと思います、はい、今の黄色い2つの教訓が一番左に書かれておりますまず左上がですね共通要因による安全機能の喪失を防止するとこの教訓から展開をして右に基準が行っております それで一つ右を見ていただきますと一つの原因でたくさんのものが失われるというのはやはり自然現象でございまして今回は地震と津波でしたけれども地震津波以外にもですねこの考えを押し広げて火火山であるとか竜巻森林火災こういったものもの対象にしておりますそれから自然現象以外にも火災であるとか内部の,その水漏れですねあの 水の入ったタンクが漏れる壊れて壊れてしまうとか、そういったことによって複数のものが壊れるということもありますので、そうしたところの備えも強化しています。これが緑の2つ目でございます。そして次左側の黄色の2つ目シビアアクシデントが発生しても。 対,対応できる設備手順の整備ということでこれはそもそも炉心をが損傷を防止するということそれから炉心損傷が起きても格納容器の閉じ込め機能を維持するそれから万一放射性物質が外に漏れる事態になってもその拡散を抑制するといったところ緑の3つですけれどもこういった対策を用意しております。 それから黄色い左側の雲の一番下ですけれどもこちらは福島第一からの直接の教訓ではございませんけれども諸外国の取り組みを見た時に他の国がやっているって日本にも取り入れるべきだというものとして航空機衝突とかテロとかこういったものへの対応というのも取り入れております。とということで指揮支援 指揮所などの支援機能を確保するとかそれから建物が破損した場合の絵の備えこういったことについても基準で要求をしておりますこちらは今の基準の内容ですけれども従来と新しい基準でどのように変わったかということの比較がわかるような図になっております左側見ていただきますと従来はまずシビアアクシデントを防ぐための基準 だけでございましてもし起きた時の基準起きた時の対応というのはなかったということで右側見ていただきますと黄色いのが上乗せをされているのがシビアクセントが発生した場合の対策を求めているものでございます。それからもともと求めておりましたその防止シビアクセントを防止するための基準自体もそれぞれ対策をあの要求を強化をしているという構成になっております新しいい基準の概略は以上でございます。 少し確認をさせていただければと思いますけれども、まあ、いくつかのものがこううに理解をしましまた例えばまずは事故が起きないために、えー、津波であるとか地震であるとかその他の原因になるものからいろいろな安全施設を守るあるいはそれに耐えるような設計にするという段階が一つ。 それからそういうことがもし起きてしまったとしてもそれをしっかり止められるような二の矢三の矢というようなものをしっかり用意しておくというようなことが一つそれからさらに言えばそういった二の矢三の矢も含めていろいろなものがそれを相互補完的にカバーをし合いながら多様な対策が 用意をされているので原子炉の安全がしっかり何かが失われても守られるような構造を作っていくこういうような要素があるというふうに見えましたけれどもいかがでしょうか、はい、あのおっしゃるとおりでしてあのまずそもそも事故を防止する対策でこれはこれでしっかりと強化をした上えで、うん、そこで満足するのではなくて次にそれが突破されたという前提を置いてその前提のもとで どんな使える追加の対策をこれはこれで別の層としてですね用意をしていると多重の対策を備えているというのが新しいい基準でございます特にこの図を見ると自然現象自然災害に対する考慮というところの幅がまあより大きく表現をされているように思いますけれども大浅田幹理官ここら辺は具体的にどのようなところを意識をして強化をされたのでしょうか。 はい、私が担当しているのはまあ地震津波関係なんですけれどこの関係についてはですね我々にとっての3・1・1の教訓というのは東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓というよりかはえーそれのまあ起因となった東北地方太平洋沖地震とそれに伴う津波これによる災害から得られた教訓の方が大きいと思っております。あの地地方で巨大な地震と津波が 過去にあったということについてはですねまあ、上岸地震上岸津波というものですけどちょうどその頃にそういった知見が得られつつあるような状況でございましたしかしながら残念なことにこれは原子力業界に限らず一般防災の分野についてもそうなんですけどあの地方でまさに我々が現在生きている時代においてあの大きさの地震と津波が起こるまあ、そういったことを リアリティを持って検討して対策を講じる、まあ、そういったことができなかったというのが非常に大きな教訓だと思っております。まあ、そういう意味で我々にとってはやはりその自然現象というのはまだまだ未解明な部分が多いのでやはり謙虚にならないといけないと、えー、分かったふりをして妥協するのではなくてやはり安納な部分については不確かさを十分に反映するして、えー、そういった観点でえー 対策を講じていくまあ、そういったことが重要と考えております。まあ、そういった観点で新規制基準というのは、えー、その考え方を随所に盛り込みながら作成をしたという経緯がございます。後ほど具体的にまた解説をしていただきたいと思いますけれども、自然現象はやはりあの不確実性不確かさというふうに今表現をされたこと要するに。 予想が必ずしもうまくできない、あるいは予想した通りになるとは限らないといった部分が非常に大きな要素だと思います。そういうところはどのようにこう考慮を重ねていくような手法があるのでしょうか。あの具体的に新規制基準の中で強化した観点というのは4つほどあるかと思っていまして、一つは断層の変異。これはあの原子炉建屋などの 重やはりその1 2 3万年前以降に活動した断層や地滑り、まあ、これはあってはならないという基準を設けましたが、まあ、これはやはり断層の変異についてはそれが起こった時にどれほどの影響があるのかということについてはなかなか計算の世界ではできないのでもうそういったところについてはもうその原子炉重要な施設は設置させないというふうなものをまず作っています。 2つ目はですねこれ地震津波共通なんですけど先ほど言ったようにまだまだ未解明な部分が多いので、まあ、と当然ながら計算手法自体は確立はされているのですがその計算をする過程においてやはりその未解明な部分については不確かさを考慮する、まあ、そういったことを新規制基準の中に随所に盛り込みました。つつ、うん、つ目ははは、ね、津波ににいいては以前について前 これは地震の随伴事象として扱っていたのですけど新規制基準の中においては津波による損傷の防止という、まあ、一条を設けてですねましたまたあの基準地震動と同じように基準津波という概念を設けて従来は過去の津波の大きさがこれぐらいだったから大丈夫だみたいな判断をしていたのですけど基準津波という概念を設けて 計算によって聖地に津波の高さを算出するそういったことを要求の中に盛り込みました4点目は火山の関係ですけどこれも先ほど説明のあったように従来は火山については本格的な審査というのはしてなかったんですけどこれも明確に新規制基準の中に盛り込んでですね、あの大きな柱として審査をするようになりました以上4点が強化した主な点だと私は考えております なるほどあの不確かさをいろいろ踏まえながら地震津波火山というようなお話出ましたけれどもこれを今度はあの受ける側のいろいろな施設であるとかあー津波に耐えるための防潮堤のようなものも、えー、施設としては用意をされていると思いますけどそういう不確かさを踏まえた上でどのようなものを作ったらいいかということを考えるのは非常に難しいと思うのですけれども田口さんいかがでしょうか はい、あのこちらはまさに審査の方にちょっと話が映ってるいると思うんですけれどもおっしゃるとおりであの基準津波が決まったとやはり一番難しいのはあのその防潮堤の構造がです、ね、しっかりあの地震や津波に耐えられるんだろうかというようなところがやはり審査の大きなポイントになっています。で今回新たに作られれることが多いわけけですけれども 防潮堤というのはまず津波を引き起こすきっかけとなる地震動まずこの地震動に耐えなければならないとでその上で地震に耐えた上でそのあと押し寄せてくる津波に耐える必要がございますそれでその地震による液状化とかですねそういったことも考慮しなければなりませんので非常にここに審査のリソース時間をかけてしっかりと確認を行っているということでございます。 事故が起きる前の安全規制は安全神話という言葉で表されていたように大きな事故は起きないあるいは不確実性の大きな自然災害のようなものはやってこないというようなことをまあ頭に置きながら対策を講じていたようなことが批判をされていたと思います。そののようなことをを踏踏ままええて新しいあの規制基準の中では不確かさを踏まえた 自然現象の発生やシビアアクシデントが実際に起こるということも考えながら対策をあの講じていくというようなあの構造になっていると思います。ここが大きな転換点だと思いますけれども、お二人いかがでしょうか。やはりその先ほどの言ったことと重複するかもしれませんが、地震や津波についてはまだまだ未解明な部分が多くて、それを分かったふりをして妥協するということなくですね。 やはりわからないことについては不確かさを十分に反映してやるとそういったことが重要だと思ってますのでまさしくそういう観点で基準が作られてそしてその基準に沿って審査をしているというのは非常に大きなことだと思っております。はい、あのプラント側もです、ね、あのおっしゃるとり今までかかつての規制はは不確かなところは 少し議論を避けるようなことがもしかしたらあったかもしれませんけどそれこそが本当に今回のそういったことを避けなければならないというのは大きな教訓でございますのでさまざまなことでどんなことが起こるんだろうかというのはやはりしっかりえーまあ向き合うですねそれに避けるのではなくちゃんと前正面から向き合ってこういった場合に本当に何が起きるのか関係者はどんな心理になるのか。 その事故の作業を行う環境はその時どうなっているんだろうかこういったことをちゃんと一つ一つ詰めていってですねそれでそ,のそんな中でも使える対策っていうのは何だろうかこれが気丈の空洞にならないように現場の状況を踏まえてしっかり審査をするということが大事だと思っております。自然災害ににに対対対する策策そそれれれかららアクシデントが広が広ないいように対策それぞれについて 少し新し新い要求内容を具体的に現場で展開されているものとして特徴的なものを挙げていただくとしたらどのようなものが事例とししてあるでしょうか、はい、まず地震津波についてはですね、えーまあ、特に地震についてはやっている手法自体は311からそれほど変わったものじゃないんですけど先ほど言ったように不確かさをやはり以前よりも保守的に 見積もるよううにななったとといいのが大きな点だと思います津波については先ほど言ったように従来は過去にこれぐらいの津波が起こったからそれに対して敷地の高さはこんだけ高いから十分だよと、まあ、そういったことで評価をしていたわけなんですけど地震動と同じように津波についても精緻な計算手法というのが十分に確立されてきましたのでこの地方にとっての 基準津波そういったものを決めてそれに基づいて科学的合理的な判断をしていくそういったことが大きいかなと思っていますあのプラント側もです、ね、従来なかった今回新しいリソースを割いている審査というと1つは先ほど申し上げたやはり防潮堤、うん、これは津波の審査自体がです、ね、過去はあまり詳細な基準もなかったのでですね この新しい基準津波に対してどういった構造であればしっかり津波に耐えられるんだろうかっていうのを色準の形も一つ一つ違いますので。 そこに十分な議論をしていいるというのは一つですもう一つはこれも先ほどから申し上げているように事故が起きた後の重大事故対策路心損傷を防止する対策とそれから格納容器の破損を防止する対策2つございますけれども例えば校舎の格納容器の破損防止対策であれば 格納容器の圧力を抜く弁ンという行為これは福島第一原発事故でも試みられましたけれどもまさにこの弁ベントをですね、どのタイミングでどういう方法でやるのかそういったことが大きな議論のポイントの一つになっています先ほど冒頭に事故の起こった状況をお話をいただいて非常用電源が まあほとんど失われたという話がありました。えー、実は五号機六号機については一つ生き残った非常用電源があったために。 非常に深刻な事態は免れたというような教訓があってこれは一つ多様化という言葉で表されていると思いますけれども従来まあ多重化というのはあの念頭においていろいろな要求ができ,たと思いますできていたと思いますけれどもこの多様化という観点ではどのようなことが追加的に要求をされているか少しご説明いただけますか。はい、えー やはり分かりやすいのは電源でございましてもともと存在していたディーゼル発電機これは2台並んでおいてあって多重ではあったんですけれども今回は津波で両方とも失われてしまったというのはございます。したがって高台に空冷あの空冷というのは津波に発電機を冷やすのに海水を使う必要がなくて空気で冷却するタイプで。 そうしたものは高台に置くことができますので高台に空冷の発電機を置くそれからそれも常設のものと下半型のものを分散配置をしておりまして下半型我々電源車と呼んでおりますけれどもこれもさまざまなところに置いてどっか一つの場所がやられても別のところから持ってこれるようにという対策をとっておりますしそれからこの交流の発電機が なくなってしまったとき一定時間あの直流のバッテリーで耐えるということももともと想定をされているんですけれどもこの直流バッテリー自体もさまざまな場所に配置をして一つがやられても次というような備えを求めていますしそれを審査で確認をしています今ご説明いただいたような要求の内容を今度は具体的に各発電所などで どのように用意をするのかあるいは設計をするのかといったことを審査する点で審査の視点であるとかあるいは工夫をしている点あるいは審査をする内容として苦労のあることあるいは困難性を伴っているようなことそういうようなことがありましたら少しご紹介いただけま,すかじゃまず私の方からですけれど最初は人材とか審査体制についてお話をしたいと思います。 地震津波の審査を担当している部門というのは311以前は旧ホワイトの原子力発電審査官の中の訓練室の一つでしたそれが規制委員会発足を機に課に格上げされたので人材の強化といいう観点についてままず力を入れました具体的に言いますとまず外部人材の活用ということで産業総合研究所 これは地質の専門家集団なんですけどそこから出向とか技術参業という形で、えー、平均的にはまあ2人、まあ、延べにすると人人ほど人材を審査の最初から受け入れました次に審査の当初は JNES でした基盤グループそこの専門家にも審査の支援人材交流ということを 頼み、頼んで、今も手伝っていただいています。さらに、やはり、いつまでも外部の人材にばかり頼るわけにはいかないので。内部の人材育成という観点で。途中入所、すなわち、経験者の採用、これを積極的に行うようになりました。今の審査、地震津波審査チームの中で。途中入所者の占める割合は。約三分の二です。 まだ管理職はいませんが今後審査の主体を彼らが担っていくということを私としては期待しています次に、えー、審査体制という観点では私が審査を担当するようになってから2つのことを始めました一つは2班体制の構築要するに審査を効率的にやるために2班を作ってやったということです これをするためにはそれなりに地質とか地震動とか津波とかの専門家の数が必要でさらにそれを統括する管理職が必要なんですけど先ほど言った人材の強化という観点でこの分野はやはり正解がある世界ではなくて人によっては考え方 意見が異なるこれは当たり前だと思っていますし従って特に困難な課題については審査の中でよく議論をするそういったことを私は重視してましてそのためのプロセスを審査の過程の中に設けました具体的には情報交換会議といってですねヒアリングとか審査自体は先ほどの 2チームが別々に行っているのですがやはりそこを週1回情報交換会議という場の中で審査会合にかける前には必ず数回議論してでそれを石渡先生とさらに議論をしてそうした形で重要な論点は何かとかこれはやはり先ほどの不確かさをこういった観点では見るべきじゃないかそういったことをですね議論しながらえー 審査に臨むように工夫をしました情報交換会議についてはずいぶん仲間がざっくばらんな議論をしているというような話も私伺ったことがありますけれどもどんな雰囲気なのでしょうかそうですねあの特に地質関係についてはなかなかこうやはり推測の部分が多いのでこれはこうじゃないかあれはこう,こうじゃないかという議論が結構ありますまた石渡先生も非常に地質に詳しいので よくそういった場に入ってこられます、えー。そういった雰囲気でですね、議論を重視するという形を取っております。うん、それぞれの方がそれぞれの考えをまあフラットに述べ合うような場になっているというふうに見ればよろしいのでしょうかね。はいはい、中途採用の話については、私も以前あの人事をやっておりましたので、随分たくさんの方を採用した記憶がありますけれども、戦力としてはどのように評価しておられますか。やはりそのそれぞれ専門家 例えば地震動とか地質の専門家として採用したのでそれは非常に審査の中ににおおいてては役に立っておりますしかしながらやはり専門家というのはいろんなことにやはり興味を持つというのは事実だと思っています。したがって私としてはそれを統括することが役目だと思っていましてやはり審査に影響がある大きなことは何なのかそういったことを やはり私がなりに分析をして少し道を外れるようであればですね、軌道修正というか審査という観点から物事を見るようにというような形でみんな皆さんと議論はしています。しかしながら冒頭言いましたように非常に今のメンバーの中では3分の2を占める主力になっているので非常に審査という観点では私は貴重な戦力だと思っています。 技術的な内容のみならずこれを管理するマネジメントする側にもいろ、はいろな私の方はですねまあ難しい点というよりも基本的なことかもしれませんけども独立した立場で一つ一つやはりあの判断をするということが重要だと思ってまして電力会社はあの前例なんかも参考にしながら まあ彼らととしてて大丈夫だと思う案を持ってくるわけですでそれをそのまま鵜呑みにしているとですねあの見落としがやっぱり発生してしまいますので私たちはそれを独立した立場で新しい視点でですね改めて本当にそれが最適なのかちゃんと現場の状況も確認して現場でワークするのかっていうことを 確認すするようにしています現場に行くとやはり資料で思っていたのと全然違うっていうようなこともありますのでそうしたことを最終的には本当にこれが最適な回なのか場合によっては電力会社は基準前例と同じような対策を出してくるんですけれどもその発電別の発電所にはそれが良かったかもしれないけどこっちの発電所にとっては それは複雑すぎるとかですね事故の時に本当に機能するのしなくなるんじゃないかといったこともありえますのでやはり一つ一つ何が最適なのかという観点でかつその電力会社の意見は聞きつつもやはり最後私たちの考えをしっかりまとめていくというところが審査の重要な点だと思っております。 発電所の状況やそ,のそれぞれの会社のお持ちのサイトの状況などによって最適なものが変わるということですとこれを判断するのは結構難しいまたえこれでいいという判断をするのにご苦労される点があるのではないかと思うのですけれどもあの地震津波というのはやはりサイトによって今おっしゃったようにまるっきり違うものでありまして例えば活断層が活断層と発電所の ととの位置関係とかプレートの構造がどうなっていてこのサイトにとってはプレート感が効くのか海洋プレート内が効くのかそういったことがやはり一品一様ですので非常に審査に時間ががかかるとというのが一つのつ私懸念となっておりますよく効率化ということを言われるのですがやはりそこは一品一様でその都度考えていかないといけないので効率化にも限界がありますのでその点は非常に苦労していると。 特に追加調査ともなればです、ね、地質関係だと数ヶ月は当たり前場合によっては1年といったオーダーでかかることもありますのでそういった点は非常に我々にとっても大きな判断だと思っていますしかしながらやはり地震とか津波というのは発電所にとっては守りにくい脅威の一つでありますのでやはりそこについては妥協せずに 管理官として教授をもって審査を進めていっています新規制基準の内容を形作るものの中には新しい知見を反映して新たに要求をするといういわゆるバックフィットという仕組みが入っていることがございますねそれについて少しご説明をいただければと思うのですけれどもでは我々地震津波の審査の中では常に新治験という この扱いこれを非常に重視していますで、法律改正によって新しくできたバックヒット制度についてはここにありますように大きく2つの形に分類できます1つ目は法律と改正型と呼ばれるものでして法令等を改正して全施設に対してそのバックヒットをかけるものでございますでこれまで10件のバックヒットの例がございます 次に右側の新知見対応型というものですがこれは法令等の改正を行わず規制基準を個別施設に当てはめる場合に勘案すべき事実関係について新たな知見が見いだされてそしてここからが重要なんですがその知見を規制に取れると判断したことによって事業者に所要の対応を求める新知見対応型と呼ばれるバックヒットでございます。これについいては2件ございました。 私が担当しているものは3件ございますのでちょっと簡単にご説明したいと思います。1つ目は左側の ① の標準応答スペクトル。これは全国共通に考慮すべき震源を特定せず策定する地震動の採用でございますがこういった規制基準の物差のしを規制側が決めることについてはいろんな意見があるかと思いますが。 やはりその全国共通に考慮すべき地震動ということで発電所であるならば必要最低限活断層が近くにあろうがなかろうがこれぐらいの地震動には耐えるべきだそういったものを規制側が示すことは重要ではないかというふうに考えて基盤グループのと共同でさらには外部専門家の意見も借りながらこういった標準応答スペクトルというものを 規制に取れるようにしたものです。次に11番目の大仙火山の噴出規模の見直しについてです。これは基盤グループの研究によって、京都のコシハチャコシハタという地点で大仙生竹テフラ、いわゆる DNP と呼ばれるもの、これがそれなりに総圧が総圧というのは火山火山灰が積もっている厚さですね。 総圧があるというふうな知見が得られましたその知見に基づくとこの DNP の紛失規模が過去に審査で扱ったものよりも大きくなるという知見が答えましたのでこれについて関西電力の3施設に対して個別の知見としてバックヒットを求めたものですこれは原子力規制委員会として初めてバックヒット命令をかけた案件です次に十二番目 の津波警報が発表されない津波についてですこれは2018年12月22日にインドネシアの澄んだ海峡ここで発生した津波ですけど皆様もコンサート会場を突然津波が襲ったそういった映像が記憶に残っているかと思いますこういった火山現象いわゆる地震に伴わない津波についても 規制基準の中には新たに盛り込んでいてこれも反映はしているのですがこの場合特徴的なのは地震によって起こったのではないので津波警報が発表されずにある時突然津波がやってきたとそういったことです。そういいっったた観点で危機許可の原子力施設を個別にに見ていった場合に高浜発電所だけは 津波警報が発表されるという前提で防潮堤を閉めるそれによって津波防護をするというふうなシステムになっていたのでこの知見を取り入れてでは津波警報が発表されずに津波が来た場合にどうなるのかということをですね事業者に求めて現在設置変更許可のの申請までで終わっているものですこういった大きくは2つのバックヒットの形がありまして地震津波の 審査の中ででは今まで3件取り上げております形はいろいろで3件についてのご説明をいただきましたけれどもまあこのいわゆるバックフィット新しい知見を規制の要求として追加的に要求をするということについてはかなりまあどこまでやったらいいのだろうかという判断も規制当局としても難しいところがあると思いますがその点については。 大浅田管理官田口管理官それぞれの分野で経験がございますのでもし何かご経験の中で教えていただけることがありましたらお願いできますかではまず私の方からですけど先ほど言いましたように自然現象ににについいてては新知見に対すする感度これが非常に重要だと思っていますそういった観点で我々審査チームの中では閉任という形ですが新知見対応チームというのを設けて、うん 各学会ごととにに担当当者を割りててて基盤グループと共同で新知見の収集に努めていますただその前にやはり葛藤というと少し言い過ぎかもしれませんが頭を悩ます問題はこの得られた新知見を規制にまず取り入れるべきなのかどうか事業者の自主的な取り組みでもいいのではないかもしじゃ規制に取り入れるならば 緊急性さらに言うと原子炉の停止は必要なのか、まあ、そういったことを常に意識しながら関係者の皆さんと議論しながらこれまでの取り組みも行ってきましたやははりりこの問題についいててなななかなか難しいなと思っております日々の審査に加えてそういった新しい知見を拾い上げる、まあ、体制も作らなければいけないしその努力が必要。 さらにいざ取り入れると決めたとしてもですね。どのような手順で入れていくのか、どれぐらい。まあ、いわゆる経過措置のようなものを設けてもいいのか、よくないのか、いろいろなことを議論しなければいけないということですね。その通りだと思っています。田口さん、いかがでしょうか、はい。あの自然現象以外もですね。たくさんあのバックフィットしております。それでこれらの。かなりの部分が。えー、実は実際に発生した事象。 ここここれれを捉えててうううしたことととがが起きないようにといいいよにで取り入れているものがございますそれは国内にとどまらずに諸外国で実際に起きていることも調べまして例えばこの丸一番の電源系統の一層解放っていうのはこれは米国で起きた事象ですけれどもこういったことを常にあのウォッチをしていて諸外国でそうしたことが起きたらそれを捉えてじゃあ 日本にもその規制を導入すべきかどうかこれを一つ一つ議論をして迷うぐらいならまあ取り入れてしまおうということであのこの継続的改善が重要だっていうのが福島第一原発事故の大きな教訓ですので小さなものでもですね少しでも取り入れて少しずつ前進をしていくでこの改善の手を止めずにですね前に進み続けるということがまさに 重要な教訓でですのでここには小さいものから大きいものまでさまざまございますけれども気づいたものは一一つ1つ取り入れてて審査で確認をすするといいううように努めていますこのようなバックフィットの取り組みあるいは先ほどご紹介いただいた新規制基準に対する審査の取り組みこういった仕事を通じてこの原子力規制委員会あるいは規制庁の職員の仕事の仕方や あ、我々の規制の対応の仕方こういったところで変わった点というのはどのような点があるというふうにまずです、ね、やはりこの先ほどもちょっと触れましたが諸外国、それから国内で起こったトラブルこういったものをしっかり全部フォローするのとそれを必ず所状に上げるテーブルの上にあげるということですね。うんうん 上,げた上で一つ一つどう,どう対応すべきかをちゃんと議論をしてかつあの後送りにしないと、うんえー、かつてはおそらく難しい問題は少し後送りにしようというようなこともあったと思うんですけれども、うん、それをするよりは、えー、後に送るぐらいであれば多少不確,かさ不確かな面があってもまずできることから取り入れようと、うん、そうしたあの姿勢に変わってきているというふうに思っています。うんうん 私の方は2点ございまして1点目はやはりその新知見に対する感度これを高めてそれを基準なり審査の中に取り入れていくもしくはその新知見についてやはりまだ安納な部分があればそれについては不確かを向いていくそういった姿勢が非常に変わったと思っております。2点目ははこれは特に地質関係なんですけど やはり現場を重視して事業者の説明だけを聞くのではなくて我々が実際に現地に行ってそこの地質とか活断層の状況そういったことを見るということが非常に重要でしてそうういいいっったたここととととに力を入れるということが変わったかと思います仕事の仕方の変化についてもお話がありましたけれども。 審査の会合が公開で行われるということも非常に大きな変化ではなかったかと思いますそういった点がよく働いた点あるいは苦労した点でも結構です何か気づいたことがあればご紹介いただけますかまずあのやはり透明性を徹底的に確保するということに非常にあの意を砕いておりましてあの我々の指摘それから指摘に対する回答これ全て公開の場で行っております で昔であればあの難しい課題は少し事前に調整をしてその上で表に出すみたいなこともあったかもしれませんけれどもそうしたことは一切考えずに公開の場で私たちの会合を初めて伝え向こうもそれを初めて公開の場で聞いて回答も公開の場でやってもらうというやり方をしておりますのであの我々が審査でどういう議論をしたか これを完全にに後から検証できるようになっておりますそれから関連する議論その場で行った議論は全部まとめ資料ということで申請書そのものは結構あ,のあまり情報が全部が全部申請書に書かれるわけではないんですけれども審査で行った議論は全部まとめ資料というところに盛り込んでそれも公開しておりますので。 後から検証できる形で審査をしているというのが非常に今までと違う点だと思っていますそれから関連しますけれども議論を全部公開の場で行うしっかり原則原理原則に基づいて公開の場で意見を述べ合うとこういった審査のやり方が定着してきているというのも大きな変化だと思っています私の方からは田口管理官が いったことに加えてやはり公開をすることによって我々の審査能力技術的能力これの向上にもつながっているのではないかと思っています今話があったようにやはり真剣勝負の場ですので事業者が反論してきたときにどう答えるべきかそういったこともあらかじめ自問自答しながら自分の中で説明性論理性を考える必要があります そういったことを先ほど言った情報交換会議の場でも議論しながらいろんなケースを想定して審査に臨んでいますのでやはり透明性公開性を上げることによって我々のの審査能力の貢献にもつながっってていいると私は思っていますそれではお二人から今後の審査あるいはこの基準の運用といったようなものについて お考えなどあるいは心に刻んでいかなければいけないことなどありましたらお話しいただければと思います私が担当している地震津波の審査の関係では基準地震動基準津波これを決めるというのは非常にプレッシャーのある仕事ですこの大きさによってはプラントへのインパクトも大きいので常にこのサイトの基準地震動基準津波というのは どのようなあるべきかどのような不確かさを組んで不確かさを反映して策定すべきかそういったことを常に頭の中に入れながら審査を行っています。ある意味正解がない世界ですので非常にその判断は難しい。しかしながらそれを審査チーム一渡り委員と 議論しながら決めていくそういったことが重要ですのでまだまだいろんな発電所ではこの基準地震動基準津波が決まっていない施設もありますけど決して妥協することなく時間がかかっているからといって妥協することなくやはり必要なことは必要だと事業所には求めて 厳正かつ適切に審査を今後も行っていきたいと思っています私の方からは 1F の自己分析ですねこちらの分析結果からさまざまな新しい知見が得られておりますこれをしっかりと分析をしてなるべくそこから考えを押し広げてですね基準に取り入れてそれに基づいてまたバックフィットをかけて しっかりとあの継続的な安全を向上させていくということをやっていきたいと思っています原子力発電所などに適用される安全規制である新規制基準を中心にお話をしてまいりました当然のことながら現在の基準を満たしていればそれで終わりということではありません安全の追求に完璧や終わりはないのです 原子力規制委員会は今後も新たな知見があればそれを安全規制に反映させ継続的に安全性の向上に取り組んでいきます今回紹介したバックフィットはその取り組みの一つです常に安全確保のことを考え実践し改善する単に決められたことをこなしていくだけではなく 原子力規制委員会原子力規制庁の職員である私たちは今後とも安全のために何ができるかを模索してまいります。